さて、それでは今回はですね、問題が起きておりまして、全く知らなかったんですが教えていただいて、まあ、アレス配信を少し前から僕もスタートしました。で、アレスの配信ってドラキュラコネクタさんっていう方がすごい、もう一番上位なのかなの、ランクでいつも配信されてて、その方が時々コメントくださるんですが、どうやら僕はアレスをやってないみたいで、一応マッチングボタン押すんですけども、対戦相手がいないからランクが低すぎて、で、自分のボットと当たり続けてると。だから初手ジェーン、まあ、僕の編成を見ていただくと、これと全く同じ編成の相手と今まで何十回と戦ってきてます。というか、うちの配信アレスになってからずっとこれと戦ってます。で、これはマッチングしなかった時に、まあ、この自動でこの同じ編成のものが選ばれてるらしいんです。だから僕はアレスはやってないというか、オンラインですらないですよね。一人でただ自分のコピーと戦ってたということで、ジェーンも流行ってない衝撃ですね。いやー、全然気づかなかった。よくそのドラキュラコネクトさんが配信でボットかなとかって言ってたりしてはったから、ボットって何かなって思ってたんですけど、そういうことだったんですね。まあ、詳しい意味は知らないですけど、相手が人じゃないアレスってどうですか？魅力的でしょ。まあ、やってみたいと思いますが、ちょっとちなみにこの前に何戦か5000ぐらいしました。4回自分と当たってます。さあ、ご覧ください。これが、ボットです。なるほどね。ジェーンが出るんですよ。ほら、初手ジェーンはやっぱりこのルールですから、公式ルールですよね、初手ジェーン。いやー、そうかー。一応自分には勝てるんですけど、だから数やればね、もうちょっと上に上がって対人戦はできるんだと思うんですが、まあこのレベルであえて配信する必要があるのかっていうところに、今更ですけど、初歩の初歩としてね、全く初めて知らない時からスタートして僕は配信をさせてもらってるんですけど、まあそうですよね、自分と自分の対戦をアレスだと言って配信してたっていう、いいんかな。まあ、もともと何でしょう、ガチな感じは全く出せてなかったんで、今更ではあるんですけどね。そろそろどうよ、もうちょっとランク上がってこうへんかな。お、ダイヤモンドの3になりました。これはそろそろ人がいてもいいんじゃないですか。ダイヤの3もいないですね。まあまあ、フレンドが100人登録して85人ぐらい辞めてましたからね、その一番最初に登録させてもらった人たち。まあ、減ってる、かそってるんかな。まあ珍しいですよ、対人戦で人とやってないわけですからね。まあ、時間帯も、まあ、今お昼なんで、この辺が夜とかであればもうちょっと、ただまあそうやな、あげたかったらまあお昼人がいない時にあげちゃえばいいのかもしれないですね。うん、まあまあまあ、ダイヤモンド3挑戦成功ということで、もう何試合ぐらい自分と戦ってるのか分かんないですが、まあそうですね、せっかく配信するからには対人を配信できるように頑張っていきたいと思います。ということで今回は、この世界に一人だったという、配信でした。ではご視聴ありがとうございました。
アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。